みんな大好き動物園。しかし肉食動物が多い動物園では多くの事件が起こっています。どうも皆さん、夜と申します。このチャンネルでは生き物の話題について語っています。今回は動物園で起こった5つの事件について取り上げていこうと思います。ワニに襲われた飼育員。2021年8月14日アメリカユタ州ウェストバーレシティにあるウェストバーレシティレプタイル&バードセンターという動物園で事件は起きました。女性飼育員はお客さんたちの前でワニを紹介していたそうです。しかしその最中にワニに左手を噛まれてしまいました。ワニは手をちぎろうと体を回転させようとしました。その前にいたお客さんはワニの回転を止め、別のお客さんが引っ張って飼育員を助けたそうです。幸いにも飼育員は無事だったそうです。お客さん2人の勇気がすごいですね。僕ならしょんべん垂れ流して立ち尽くしています。熊の檻に侵入した少年。2020年8月4日ロシアにある動物園で事件は起きました。11歳の少年であるニキータ君がヒグマに襲われ亡くなってしまいました。ニキータ君は一緒に来ていた女の子2人にクマと写真を撮ってみせると言って檻に侵入したそうです。檻に鍵はかかっていませんでした。ニキータ君はあろうことかヒグマの足を叩いたそうです。叩かれた2頭のヒグマは怒ってニキータ君を投げ飛ばしました。その後檻の下に掘ってあった穴の中に引きずり込みました。少女らは大声で泣き叫び助けを求め、2頭は駆けつけた動物園のスタッフによって射殺されました。スタッフによって檻から出されたニキータ君は意識がなく、救急隊によって亡くなったことが確認されました。少年の自業自得とはいえ、動物園も檻が開いていたのはありえないことですよね。リカオンに襲われた男の子。2012年11月4日アメリカペンシルベニア州ピッツバーグの動物園で事件は起きました。アフリカに生息する犬科の肉食獣リカオンの展示車内に2歳の男児が転落してしまいました。リカオンは男児にすぐに噛みついたそうです。展示車内には11頭のリカオンがいましたが、なんとか飼育員が7頭を展示車外に出すことができたそうです。残る4頭は助けに来た獣医や飼育員らが牽制してリカオンを男児から引き離そうとしました。しかしリカオンたちをなかなか追い払うことができなかったそうで、中でも攻撃的な1頭は警察官によって射殺されたそうです。結果として男児は亡くなってしまいました。ゾウに襲われた飼育係。2013年11月11日アメリカミズーリ州スピリングフィールドのディッカーソンパーケンで事件は起きました。ゾウの飼育係がゾウに襲われました。飼育係は餌をやるためゾウの柵に入ったところ、41歳のゾウペイシャンスに襲われたそうです。襲われた時柵の中には他に2人の飼育員がいましたが、いずれも無事だったそうです。攻撃された飼育員は勤続30年のベテランでゾウ飼育の責任者を務めており、ペイシャンスも1990年から動物園で育てられており、人慣れしていたゾウだったそうです。しかしなぜペイシャンスが飼育係を襲ったかは不明なんだそうです。飼育係はこの事件で亡くなってしまいました。ゾウは賢い生き物と呼ばれていますが、何をもって攻撃したのか聞いてみたいところですね。ライオンの檻に侵入した男性。2016年5月21日チリのサンディアゴにあるサンディアゴ動物園で男性がライオンの飼育場に侵入したそうです。なんと男性は自殺するためにライオンの檻に侵入したそうです。男性が襲われる光景は多くの観光客が目撃することとなり、映像にも残されました。この男性はライオンの檻の柵の上に登ると、檻の中で衣服を脱ぎライオンたちに自分を襲わせようとアピールしたそうです。するとすぐにライオン2頭が男性を襲いました。ライオンを止めるために動物園側は麻酔銃では効き目が出るのに時間がかかるため男性の命は救えないという判断から実弾を用いて2頭を射殺しました。男性は病院に運ばれて重傷であったものの一命を取り戻したそうです。彼の持ち物からヨハネ黙示録に言及した遺書が発見されたそうです。またライオンに襲われている間、男性はイエス・キリストに関することを叫んでいました。これらのことから今回の事件は信仰に基づいた自殺だと見られたそうです。
あまり言ってはいけないことですが、人に迷惑をかけて自分の命を絶とうとする人って結構いますよね。いかがだったでしょう。動物園で起こった悲惨な事件、プロの飼育員さんが襲われるケースもあるので、我々素人が檻に入ったらひとたまりもありませんね。皆さんは動物園の檻に勝手に入らないでくださいね。面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。では次の動画で会いましょう。